皆さんこんにちは。名古屋のジモンは今回夜の今池に向かいます。東山通り広麹のスーパーこの宮前です。相変わらず車がたくさん停車していますね。元山かつての松坂屋スターの前を通り過ぎて花崗山まで向かいます。名古屋の北の方、春日井、守山方面抜ける車が多いんで、ここは広麹より車が多い感じですね。花崗山花崗山まで登ってきましたので、この先は池下方面へどんどん下っていきます。ここはね、地味に快適ですね。スーッと直線道路が下り道で非常に走りやすいです。ちょうど千種区役所の前を通過。千種区役所も結構年金が入ってきましたよね。そろそろ池下交差点です。右手の方に見えるのは池下のバスターミナルのビルです。ちょうどこんな感じ。お店やってないけど結構電気をつけてるところが多いので、街灯以外にも明かりがあって結構明るいですね。やっぱり子供の頃は本当10時なんて言ったら本当に深夜も深夜でしたけど、年を取るにつけだんだん10時が深夜じゃなくなってきて、ただあるところを境に夜遅くまで起きていられなくなって、また深夜を実感する。それこそ深夜時間帯に入る前にもう眠くなって床に着くっていうことがしばしばありますので、夜の10時にこう外を走ってるっていうのはよほど気合を入れないとなかなか走りに来れんなと。今回は視聴者の皆様からのリクエストも多数いただいており、まあそれが励みになり、ちょうどここでウーバーイーツの自転車に後ろから抜かれて絶句をしておりました。うん、前からなんか来るぞ。自転車が来ました。おお、びっくり。今池に到着しました。やはり盛り場、明かりが多くていいですね。今池ハイボール酒場、いいね。ちょうど元今池大へ、今今池イオンの北側におりますけど、やっぱり建物年季入ってますね。こっち側から見るとね、3階建てなんかまた古いですね。やっぱり、いやでもある意味貴重ですね。もうこの手の大へ店舗もなくなってきてるんで。今池イオンの横を南下しております。小松ビル、スナックミミ、ミミって言うと水谷ミミも思い出すな。結構昼間徘徊してますけど、やっぱり夜の街だから夜の方がいいかもしれないね。こうやってくるとここ来たことないけど、いい感じの居酒屋だね。コロナ明けたら来ないかな。ウェルビーの前を西の方向に向かって走っております。するとキャバレー花園が見えてきました。私の世代はキャバレー世代じゃないので、キャバレーというところは行ったことがありません。もう今名古屋市内も全然ないですよね。で、次に方向を北に変えて王将の前を通過。餃子が食いたくなってきたね。イオンの角を左に曲がり、また西の方向に向かって走っていきます。でこの辺りでまた進路を北に向けて、次にここを右折。ちょうど大塩屋さんのある通りですね。この通りね、大塩屋さんの方に向けて今走っております。まあ当然この時間は大塩さんやってない。イオンが見えてきました。入り口はこんな感じ。そこまでやってるからいつも人がいますよね。でまたイオンの横を南の方角に向けて走っております。こんなとこにゾウさんがおるがね。さっきはキリンもおったね。ライブハウスなんだねこれって知らんかった。タイニーセブンって書いてある。再びキャバレー花園の前を今度は東向きに走っております。でここを左折します。接するとちょうど先ほどのイオンの南側に行ってます。
作りはね、色綺麗に塗ったんだけど結構レトロですよね。ザ昭和っていう感じ。先ほども通りましたが、イオンの南側の通りを西向きに走っております。昔の今池の湯に今でいうピアゴが見えてきました。ピアゴ、エビスクエアとかでもね、昔の湯に思うと随分忙しくなりましたね。ちょうどゲームセンターがこんなところにありました。今池交差点に向けて北上しています。もう少し行くとドンキホーテがあるところですね。見えてきました。さすがに表通りなので人が多いですね。ドンキホーテの前を通過、今池の交差点まもなく到着です。ニュー今池ビルでしたっけ、完全になくなってます。ペンタッチの看板のビルだけが突出して見えますね。いや寂しいね。今池交差点を渡ってガスビルの前を左折、南方向に曲がっていきます。ザ夜の今池の顔は今はもうドンキになってしまいましたね。アンドーナツで有名な中屋パンの前を通過、右折してスタービル方向に向かいます。この通りはもう全然お店開いてないですね。スタービルの方までずっと西向きに走っていきます。お店はやってないですけど、結構街路灯が明るいのであまり不安なく走れますね。でも人が全然いない。今池スタービルもほぼお店やってない感じ。結構地味にレトロな看板ですね、丸一さんの。スタービルの前を南下します。池のコンパルここにあったんだね、全然知りませんでした。一通り夜の今池を巡回しましたので、次の目的地である栄方面へ走っていきたいと思います。本当にコロナ禍でなければここも大変にぎやかなんでしょうけど、今はこういう状況なので寂しいですよね。広小路で出ました。ここを左折して栄方面に向かいます。今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。皆様の高評価、チャンネル登録が私の生きがいです。チャンネル登録がお済みでない方はこの機会にお願いできたら幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。名古屋の西本でした。広小路出たけど車少ないよね、本当に。特にタクシーが少ない。で歩いてる人いないからしょうがないけど。